これから寒くなってくると増えてくるのがインフルエンザ。今から寒さが厳しくなると学級閉鎖とかも出てくる、早期に出てくる可能性はあると思います。と話すのは、福岡市東区にある上山小児科医院の上山理事長です。こちらのクリニックでは今月7日からインフルエンザワクチンの接種を開始。しかし去年とは状況が大きく違います。それはいい、少し上向くよ、いい、手と膝いい、頑張って、はい、ちゅ、はい、はい、じゃあもう一回ね。何今の、なんか分かった？うん、分かってるよ。匂いで、匂い、ひまり嫌な匂いだけどね、この匂いのは耐えられる。左右の鼻の穴に1回ずつスプレー。なんとこれでインフルエンザワクチンの接種終了です。冷たかった、うん、冷たかった、お水より。お水で冷たかった。この鼻スプレー、今シーズンから日本で初めて導入されたフルミストというインフルエンザのワクチン。これまでの注射と違って痛くないことが大きな特徴です。でも鼻からどうだった、なんか気持ち悪いとか？いや全然そんな感じはなかったんで、まあ全然痛くなくてよかったです。以前は診察室に子どもの泣き声が響き渡りましたが、痛みがないので嫌がらないと保護者からも好評です。助かります、親としては。抑えないでいいかな、ね、いつも暴れるのでですね。フルミストは去年3月に薬事承認され、今シーズンは全国に130万人分が供給される予定です。こちらの小児科では現在50人分を確保し、すでに43人が予約済みだということです。痛いから嫌がるので、今まで接種をちょっとためらってたお子さんたちも、こういった形のワクチンが普及すると、安心して痛みを伴わないで受けることができますので、ワクチンの普及に役立ってくれるんじゃないかなと思います。ただし副反応には注意が必要です。生ワクチンなので従来の不活化と違って、このフルミストによって発症してしまう可能性があるということですね。100人に1人ぐらいインフルエンザを発症したという事例はあったそうです。無毒化されたこれまでの注射型のワクチンと違って、フルミストは毒性を弱めたウイルスをそのまま利用しているため、副反応もこれまでとは違ってくるそうです。また対象年齢にも違いがあります。フルミストは2歳から18歳、大人は接種できないのでしょうか？19歳以上の方は従来の不活化という形になっています。大きな理由としてはやはり小さい子は針による接種は嫌だと思うの、痛みが伴いますので、それを緩和するために開発されたワクチンですので、やはり小さい子、お子さんを中心に打ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。大人はちょっと痛いのを我慢していただいて打ってください。